オラメス。おっすおっす。どうもメッスです。ということでですね、本日なんですけれども、 TS 来ましたね。タイムスリップガチャ来ましたね。で、今回ね、いろいろとね、ツイッター見たりしてね、調べましたよ。はい、菊池選手が熱いみたいですね、かなり。これあれかな、ごめん、俺間違ってたらあれなんですけど、この守備が S になるっていうのはあれだよね、特殊をやって S に届くってことですよね、おそらく。いやー、菊池選手、でもさ、まあ、菊池選手強いんですけど、長野選手も欲しいんだよね、純正。あ、で、ごめん、ガチャ引く前にちょっとお話ししておきたいんですけど、なんか最近ガチャガチャおじさんになってるじゃないですか、プロスピ。試合動画出さないんですかとか、なんかもしかしてプロスピ飽きましたとかってコメント来るんですけど、マジで飽きてないですし、今後ね、ちょっと出しますんで、はい、企画系、一応ね、やってるんですけど、聞いてくださいよ、言い訳なんですけど、ちょっとね、時間がない。はい、編集お待ちください。見て頑張ってるから、はい。クソみてえなね、やっぱり企画思いついちゃうんすよね。沼っちゃったりしてね、ちょっと大変でした。はい、近日中に上がりますので、はい、とんでもないことになってます。はい。ということで、まあそうだな、両方欲しいんだよな。どうしましょうかね。純正を考えれば長野さんなんだけど、まあ、リアタイを考えれば菊池さんということで、まあ、とりあえず60連目は、菊池さん行こうかな。で、こう、もうワンチャン取れなかったらランキング走る。まあ、言うてね、この、エナジー数、見ていただければわかると思うんですけど、もう今日60連しか引きませんので、はい、また言われたんですよ。そう、ごめん。なかなかガチャ引かない、すいませんね。言われたんですよ。もうさすがにいい加減飽きてきたって。本当にそれでいいのだろうかって。ちょっと俺個人的にやっぱり気に入ってて、まあ一部はね、面白いって言ってくれるんですけど、やっぱりね、ちょっとだいぶやっぱやりすぎてるんで、さすがに今日は、ごめんなさい、ちょっと本当にそれでいいのだろうか、ちょっとやりませんので、ちょっと傷ついてます。はい。辛辣な意見をいただいたのでね、はい。今日はちょっと封印してやっていきたいと思います。60連以降はやりませんので、はい。お願いします。ということで、すいません、前置きが長くて。お願いします。やっていきましょう。まずは、まあそうだね。とりあえず、自チーム確定は60連目までなので、巨人のままでいきたいと思います。お願いします。ガチャ開始。さあ、お願いします。10連目。はい、頼む。いやー、ここで引いたらでかいですけど、やべえ、ゲームを戻してなかった。すいませんでした。無音でしたね。はい、ゲームを戻しました。お願いします。頼む。両方欲しいんだよ。あー、これもう絶対来ないやつやん、これ。知ってるよ、このパターン。絶対来ない。と見せかけて、と見せかけ、はい。お疲れした。はーい。お疲れ様でした。無理ですね。はーい。わかってますよ。と見せかけて、ふざけんな。さあ、20連目。いや、確定外で引きたい、マジで。確定外でお願い。調子くんですか。あー、これは無理だ。これファイヤー。お、ある、来ちゃったね。あー、ダメですね。はい、また来ねえわ、これ。あー、でもさ、実際どう、俺さ、個人的には本当にそれでいいのだろうかってちょっと結構気に入ってて、みんなの中では結構やっぱ飽き来てんのかな。もうメッスと言ったらそれみたいな。おお、ダメです。あー、平さん。もういいかな、平さん。もう、称号ついてるんで。はい。いやー、マジか。はい、次確定っすね。さあ、来ました。確定の30連目。ごめん、ちょっと、しつこいんですけど、まあまあまあ、これは来るよね。うん。確定だから。さ、飽きたっていうならさ、毎回同じっていうならさ、VIP さんだってそうじゃん。ねえ。はい、皆さんどうもこんにちは。どうも VIP ですって。あ、皆さんやっていきました。VIP です。あれも飽きたとかねえのかよな。おかしいだろ。メッスと言ったら本当にそれでいいのだろうかでいいんじゃないの。もう押し通そうかな、もう。いや、まあ、今日はやらんけど。は、あ、びっくりした。2枚目来たかと思った、今。うわー、これ、待って、蝶野さん。はあ、うわー、
2枚引きだけど、うわー、どうなの伊藤さん。で、ここで蝶野さん。頼む蝶野さん、いや、菊池さんでもいい。お願いします。せーの、はい、6分の1ドーンドーン。いやー、2枚引きはナイスだけどさ。うわあ、え、これまさか、え、え、自チームだよね。え、吹きちゃった、蝶野さん。え、やばないこれ。え、これガチガチです、これ。巨人にしたままです。当たるよ。え、当たんない、あれ。え、でもあれ自チーム確定だったよな。おい、ちょっと波来てんぞ。え、これ蝶野さんでしょ、やばい。え、絶対そうだよ。これ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 、はあ。あー、もう波来ちゃってるわ、もう。はい、もうこれでね、確定です。蝶野さんと菊池さんゲット。これもう思い残すことないね、マジで。マジで思い残すことないやん。もう全く必要ない、60連以降。うん。いやー、素晴らしい。ちょっと忘れないうちに広島に変えます。これはあれかな？コナミさんから、もうちょっと本当にそれでいいのか演出は飽きられてきてるから、もう60連で終わらせて、終わらせろっていう意味であれかな。多分あれかな、出してくれたのかな、蝶野さんは。いやー、ありがたい。これもう出ないっぽいっすね。お、意外と来る。あー、でもいいね、なんか今日引きいいな。 A ランクもちゃんとタイムスリップ出るし。はいはい、そうでもなかったわ。え、これでタイムスリップですよ。うん、はい、そうでもない。はい、じゃあラストね、本日ラスト。いや、もうこれ以上なくない、気持ちのいい終わり方。もう確定された未来、もう確定されたエンディング、確定されたハッピーエンディング、ありがとうございます。じゃあ最後ね、菊池さん引いて終わりましょう。ありがとうございました。あー、飛ばしちゃった。え、2枚引きある、もしや。ワンチャンありそう。当たる、まあ当たるよね、菊池さんだから。はいはいはい。え、ワンチャン2枚引いちゃったりするんじゃない、これ。めっちゃ来てるよ、 S の演出。うわー、2枚引き来ねえかな。まあ、超神展開だけど、2枚引いたら。いやー、2枚ない。おっ、あー、ない。おっ、2枚引きじゃん、やばー、今日。え、今日やばくない。え、TS?1,2,3 うん ?1,2,3,4,5 枚、やばくない、60連で。で、菊池さん、はい、すごいわ、今日。もうハッピーエンディングありがとうございます。ハッピーエンディングありがとうございます。お疲れ様でした。本当に、それでいいのだろうか。かつてないほどの神引き、かつてないほどのビッグレイブ、本当にここで終わってしまっていいのだろうか。飽きられてきているこの演出、擦り続ければ一周回って面白いのではないのだろうか。アルティメットビカキンズ。はい、ということでラスト10連いきたいと思います。アルティメットビカキンとか言いながら、250余ってたんで引くだけです。はーい。あ、これでワンチャン。あー、いや、ちょっと待って、無駄な250エナジーにしたくない。引くよ、絶対引く。これラスト1回です、マジで。はい、いやー、後悔させないでくれ、俺を頼む。おい、嘘だろ、おい、嘘だろ、嘘だろ。いや、来るだろ、来る、来るだよ、来る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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ビッグウェーブ掴んじゃってるから。はーい、引かない方がよかったー。